WGS トシです、うん、今日はお願いします。ちょっと練習しながら喋っていこうかな。最近今スイング変えてる、うん、スイング変えてる。そんな綺麗なのいいですか。いやいや、僕のスイング見てくれてる人だと多分何百回再生してくれてるファンの方だと分かってると思う、バレてると思うんですけど、ちょっと悪い癖、うんうんうん、出るんですよ。ああ右腰キュッキュッて出るんですよね僕。これちょっと今直しにかかってて、まあ、多分皆さん一般アマチュアの方結構多いんですよ。結構ほとんどじゃないですか、ね、ほとんど出てると思うんですけど、はい、で今僕が意識してるのが切り返しでこういう、なんか見たことある見たことある、はい、決して GG スイングじゃないんでGGJ はないですからね。こんな正面から見たらこんなやってるんですよ。あれマジ結構見てるだけで終わってそうなって、なこれほんまにえげつないですから。で結構周りでジージーしてるジージーやってる人結構見てて、ほとんどの方は右プッシュしてる普通のアマチュアの方が取り組んで見てるのが右プッシュ、大半右プッシュしてる。なんかネタをしてそうです。まあ別に否定はしないですけどね、まあ、あれはあれでいいポイントとかあるんで。ジージースイング、ジェリミー・ゴンザレススイング。そんな名前だ。いや違います、適当に今思いつきましたいや、まあ、ジージーしてるんじゃないですか、今これをこういう動きをひたすらやってますね。そしたら風順プロチックな使い方というか、いいっすね。こういう感じでひたすらやってるんですけど、あとは、まあ、意識してるのがトップの時にここにちょっと空間欲しいなって。結構欧米人プロとか結構空間見える人も多いんで、そこをちょっとかっこいい、単純にかっこいいんでまあスイングとしても飛距離につながったりとかいろいろあるんで、こんな言っていいかな俺リッキーみたいな人、リッキーは、まあ、言ったらリッキーみたいな、かっこいいです。リッキー・ファウラー選手みたいな使い方を。まあ、でも最近やりだしたんでまだまだできてないんですけどね。難しいですよね。難しいで、やっぱりスイング作るときはドリルでやってもらうのが一番かな。フルショットして、じゃあさっきの意識をフルショットでやる。絶対打てないんで。絶対ジージー。絶対ね、ジージーしてる。ジージーはしてる。まあ要するにスイング変えるときはゆっくり丁寧にドリルでっていう。まあ本当。スイング変えるって勇気いるし怖いと思いますけど、それできた時のね、後の飛距離とか安定性とかを考えると絶対挑戦されてる方が。もう我慢しかないっすよね、もう。まあ我慢やねできてる？これ後ろから見ていて。はい、柔らかいっす。柔らかい、はい。ほんと今これずっとやってて辛いですよね辛いです。いやでもなんかめっちゃしなってる感じに見えます。ほんま、はい、ここ見えてるか見といて。はい、
若干見えてます。若干見えてます。若干、はい、もっとか。強烈にある。下にやるとでも難しいっすよね。いや、言えてた今。若干っす。若干、はい、若干っす。あれで若干か。プレーン綺麗ですね。プレーンは綺麗、はい。まあ見ての通り、僕でもスイングとか意識したらああいうミスとか出るんで、そこをいかにめげずに。メンタル強化になります。まあ、気合と根性っすね。気合と根性。でも気合と根性ほんま大事やと。そうですよね。すごい綺麗ですね。ありがとう。柔らかいです。ゆっくりやると、ジージーやろ、これ。ジージーです。普通の人が見たら、ジージーになります。全然普通に股関節の使い方意識してるだけなんいや、ほんまに10年かかる。火くれるで済まないですね。10年経ったらもう30なんで30中盤に差し掛かってますね。お前やな。ワイドスタンスじゃなくていいですか。ワイドスタンスはいいわ。スイングはドリルで作ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。